サトシとスバルのファンファンサーズデイバズワーネイヨンダムYo, what's up, ladies and gentlemen? 皆さんこんばんは、レノサトシです。皆さんこんばんは、木村すばるです。始まりました、ファンファンサーズデイ。バカみたいに、ずっと、アハハと笑って、つらいことも吹き飛ぶ、プリンみたいな番組バズアップの時間ですよ。木曜日を担当しますのは僕たちバズアップ。今夜も張り切って生の放送でお送りしていきますよ。生っていいよね。ありがとうございます。さあということで、本日はですね、ゲストにこの方が来てくださっております。本日のゲストはこの方です。どうもメカレノです。ウィーンガシャン、ウィーンガシャン、ウィーン、ウィーン、ドガシャン。はい、オープニング作文はですね、本日の触れて、はい、いや違う、物理的に触れてどうする。はい、本日のオープニング作文はですね、ペラさんからいただいた、バズアップ作文でお届けいたしました。ありがとうございます。素敵ですよ。バカみたいにずっとアハハと笑って、うん、辛いことも吹き飛ぶプリンみたいな番組。いや結果プリン、もうついに、はい、ついにプリンのゾーンに入ってきましたよ。あ、そうですか。バカバカじゃねえよ。だからバズアップがついにプリンのゾーンに入りました。これからずっとプリン、2回同じこと言ってしまいましたけれども、ね、そして、まあ、気になるところではございますよね。皆さんもきっと。何がメカレノさん。そうですね、まあ、先週、私が一人で、お届けいたしましたバズアップでございましたけれども、はい、そちらの方にですね、お便りが届きまして、はいはい、来週は、うん、レノさんがメカレノで来るんじゃないかということを言っていたんですけれども、はい、まさかそれが本当になるとは僕も思いもしませんでしたよ。まあもう前情報ゼロですからね今ね。まあね、メカレノとは、うん、メカレノ、まあだから、まあ、さっきのなのかな、まあ、ウィーンがウィーン。今日だから一日さ、ずっともう語尾ウィーンで、あ、わかりました、ウィーンでいいんですか。メカレの感を出していこうか。ウィーン、やっぱり一回お休みした分さ、うん、やっぱ進化してるはずだから、はい、ね、そうだね、ウィーン、はい、いやきっつきっつこれ。まあね、いやまあしかし私は本当にね、はい、嬉しい限りですよ、はい。まあ、先週僕人生初 の、はい、ソロパーソナリティ、ありがとうございました、ね、やらせていただきましたけれども、はい、まあ、なかなかねやっぱり難しいなとは思いましたよ、うん、ね、ということで、始めていきますよ。どうしたの。いやなんかね、やっぱね、こうね、突っ込んでくれる人がいるっていうのがね、うん、こんなにもねありがたいってね、ちょっと思いました本当に。まあ、一応前に置いとくだけでもね。まあそうそうそう。そうそうそう。だこれだから最後本当僕今後また一人でやるときは、はい、レノ君のパネルだけでも置いといてくれると、うん、やりやすいなって思いました。前にあればいいんだね。そうそうそう。こういう絵が、この絵が目の前にあれば、あ、うん、それでいいなって思ってます。発注しときます。お願いします。ファンファンは毎週月曜日から金曜日の23時から放送しております。30分の帯番組です。月曜日担当がウェイウェイさんと渋谷真理子さん、火曜日は森本奈美子さんと梶山遥さん、水曜日は桐村真理さんと井上由香さん、木曜日が僕たちバズアップ、そして金曜日が池田彩さんと尾崎恵里さんとでお送りする番組となっております。そしてこの番組は東京モノレール羽田空港国際線ビル駅の構内にあるエドプレスジャパンの認知度を向上させるための番組となっております。エドプレスジャパンとは羽田から世界や日本の魅力を配信している外国人向けのインターネットテレビ放送局です。エドプレスジャパンと検索していただきますと、ホームページから24時間配信している動画も見ることができます。もちろんどなたでもぜひチェックしてみてください。また定期的に日本の魅力を紹介するエドプレスマガジンというフリーペーパーも発刊しております。ここキバスタジオでも配布しておりますので、ご興味のある方はぜひ手に取って見てみてください。よろしくお願いします。しまう、ウィーン。もうそのラジオで伝わらないメカレの感出すのやめて。ウィーン、目の前でウィーンするのや、全然できてもいないし、できてないし。まあということで始めてまいりましょう。今日は記念すべき第90回目でございますよ。すごいぜ。はい、そんな今日はですね、はい、12月の21日でございました。うん、今日はどんな日だったかと申しますと、はい、グレゴリオ暦で年始から355日目にあたり、年末まであと10日ある日なんでございます。やべえ。今ツイッターがね、多分ね、グレゴリオグレゴリオつってみんなね、なってる今ね、すごい盛り上がってると思う。前半でこうなってる、ね、来た出た
グレゴリオ、うんうん、グレゴリオってなってるはず。たまにメカレのってなってるかな。なってるかな。なってるかな。そこみんなノータッチだったら面白いんだけどな。ありがとうございます。ね。ということでね、もうあと10日でございますよ皆さん、はい。ドキドキしてきましたねなんか。ありますね。はい。そしてですね、今日は、はい、バスケットボールの日でもあったんでございます。なるほど。はい、すごいですよ。1891年のこの日に、うん、世界で初めてのバスケットボールの試合が行われたことからついた記念日なんですって。1891年だから約130年前。はいはい、すごいことですよね。バスケットボールってなかなか歴史の長いスポーツだったんですね。うんうんうん、あと、うんうん、今日は遠距離恋愛の日でもあるんですって。やだ。どうもそれ記念日にすることじゃないじゃんね。やだ。そのこれ、ね、語呂合わせ的なこれ違うんですよ。1221。はいはい。数字でちょっと置いてみて。なるほど、ね、1っていうのが、うん、要はこの並び順的に一番最初と一番最後で一番離れてるところにあるじゃない、うん、で1っていうのが一人ぼっちね、一、はいはい、人で離れてる、うん、だけども心は二人が一番真ん中でくっついてるみたいな、そういう遠距離恋愛のね、ものすごい当てつけ、おしゃれ、もうこじにこじつけたような理由ですけど、僕でも今テンション上がりましたよ。本当離れてるけど心は一緒。まあまあまあ、じゃあいいよ、じゃあいいよ。あとね、今日はね、うん、なんて言うんでしたっけ、新聞紙みたいなさ、うん、やつ、なんて言うんでしたっけ、逆さ言葉じゃなくて、上から読んでも下から読んでも、解文の日でもあるんですって、解文の、上から読んでも下から読んでもみたいな。同じやつ。そうそうそう。1号じゃねえ。1号いいじゃん。じゃあなんか思いつく？ごちいいじゃん。あ、トマト。まあ、トマトもそうですよ。はいはいはい、なんだろう、パッと出てこないもんだね。回文って、うん、回文っていうんだね。回文回る分でしたっけ。回る分って書いてためになるな。プリンじゃねえ。プリンは違うな。プリンは違う。上から読んでも下から読んでも新聞紙しか思いつかないわ。あ、新聞紙がそうなの。新聞紙そうじゃん。新聞紙、新聞紙、トマトコーラ、あ、コーラ、ラーコーでしょ、ラーコーでしょ、やめとこね、うん、はい。はい、そして明日、はい、12月の22日は影山飛雄の誕生日ですって。もう一回言おう。影山飛雄、うん、ね、アニメハイキューに登場するキャラクターでございます。王様ね。ね、王様。あ、そうなの。なんでだよ。出てんでしょ。影山飛雄くんの明日は誕生日でございます。そして、はいはい、1808年、うん、むっちゃ前ですよ、200年前ですよ、うん、にベートーベンの交響曲第5番と第6番がウィーンで初演だった日なんですって。すごい、これはかっこいいよ。なんかね、これはかっこいいよ。当時だからベートーベンがこの交響曲の第5番と第6番を初めてこの人の前で、うん、初演っていうの、うん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 、だから、まあ、演じるというか演奏した、うん、演奏したんだね。記念すべき日でございますよ。ちょっとじゃあ200年経った今さ、うん、ちょっとやってよ。俺大高校公共曲ダメ、もう言えなかったからダメ。ブブー、ブブー、はい、はい、ということでじゃあ早速始めてまいりましょう。今日もどうぞよろしくお願いいたしま す。それじゃあ早速今夜も生放送でバズっとく。もちろんショッサトシとスルのファンファンサースタインバーズワー。はい、というわけで、うん、まあ今日もちょっと逆ダンディーな感じで、はい、そんなにダンディーじゃない感じでちょっとお届けできたらなというふうに思いますけれども。わかりました、ね。2017年の振り返り企画でございます。はい、はい、残すところあと10日でございますから、うんうん、ね、皆さんなんかやり残したことがないかなということを心配している毎日でございます、うん、僕らは、うん、はい、ということで12月の特別企画ではですね、年の瀬の風物詩である大掃除にちなんで、うん、皆さんの気持ちも大掃除してしまおうじゃないかという企画をお届けしてまいりたいと思います、うん、題して燃えるゴミ燃えないゴミ綺麗さっぱりもやもや大掃除。いいよ。まあ、とにかく何が言いたいかと申しますと、今年1年で心の中に溜まったモヤモヤを皆さんには吐き出していただき、うん、僕たちが責任を持ってそのモヤモヤを分別してお掃除をさせていただこうじゃないかというようなことでございます。しましょう。どうですかレノ君、最近なんかモヤモヤしてることないですか。ありますよ。何でしょう。2017年ずっとモヤモヤしてること。何言っていいですか。言って言って。道をね、うん、すれ違う人とすれ違うじゃないですか、はいはい、で前から女性が歩いてきて、うん、まあ、こう僕らこういう外国人のとこもあるじゃないですか、うんうん、顔合わせたら避けるんじゃなくてこうニコって、う
笑顔だったりもするじゃないですか。 あるあるあるニコってして女性に対してニコってするでしょ。そうするとさ髪をねかき上げるわけですよ。あ、女性が、女性がこう直したり、はいはい、かき上げたり、何 なのあれ好きってこと。え、待って、それを今日もう今年1年ずっともやもやしてるの。ずっと気にしてる。だから、え、分かりません、これすれ違った人に目があって。あ、なるほどね、なるほどね。ニコってしたらさ、まあ、僕ら特有のなんかちょっとこうな文化っていうほど大層なもんじゃないけどさ、はい、なんかやっぱり外国人同士、はい、もしくはなんかそのあこの人は日本人じゃないなっていう人とさ、うん、僕らすれ違うときにさお互いさこっちもそうだし向こうもさあ君もねみたいな、そうそうそう、君もかみたいな感じのさアイコンタクトがあるじゃない、うん、外国人同士のなんか目あってチースみたいなの、ウィスみたいなさ、でそれをさやっぱ女性にもするってことでしょ。そうそう、ニコってするとさなんかなんか目そらしながら髪さってするの。うーわもやもやってか気になるね。気になるからさ。まあ、まあ、でも何事？まあいや身だしなみを整えるっていうことは、うん、おそらくちょっとキュンとしてるんだと思うよ。あ、気があるってこと？まあ、気があるとまではいや早くない？うん、そうだね。すっ飛ばしすぎ。早とちりだね。まあ、でもまあやっぱ髪の毛直すとか、うん、だからそれじゃ目あってさほっぺっつってさ唾吐かれたらそれも脈なしだけど。うん、脈なしだけど。でもさシャッと髪かき上げるとさ、ありません？ご男性諸君どうなんだろう。いやあんまないと思うよ。あんまないんですかね。うん、分かる。俺はすごくよく分かるけど。だからこのなんかお答えいただきたいですね皆様に。うん、それあそうしよう、男性と目があって髪をかき上げるのはどういう意味じゃと。どういう意味じゃと。これ何もなかったりしてね。いやだから多分本当にそうだと思う、うん、もうこれは男のバカなところ、うん、そこに何かしらの意味をロマンを求めて求めちゃうから、うん、本当は多分女の子はもう何とも思ってないんじゃない？全く。その瞬間たまたま髪をかき上げたくなったとか、もしかしたらその瞬間風が吹いただけってこと。そうだね。うーわ、返してほしい。大丈夫。でもそのモヤモヤそのモヤモヤは可燃ごみですよ。燃えますかこれ。全然大丈夫。いけます。全然燃やして、うん、髪かき上げようがかき、ま、上げまいが、うん、もうアタックしたらいいんだよ。もう目が合った人一人ずつ全員アタックしてる。そう、今目合いましたよね、はい、僕と目合いましたよね、うん、つって、お、好きです好きです好きです。片っ端からそうそうそう分かった。したらなんか数打ち当たるって言うじゃない。あ、まあ、そ、数の問題だよね。そう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 。じゃあすっきりした。なんか、はい、分別させていただきました。じゃあ木村さんは。俺はね、なんだろうな、まあなんかラジオでする話じゃないかもしれないけど、うん、そういうの多くないですか。まあ俺が今年一番モヤモヤしてるのは、うん、殿崎雄介だよね。うん、まあ、昔一緒にラジオやってた殿崎雄介くん、僕の誕生日、今年の誕生日にもサプライズでさ、ええ、今日来てくれましたもんね。そう、バザップ来てくれたじゃない、うん、まあ、彼がちょっと、まあ、今年ちょっとやらかしまして。あ、そうなんですか。そうそうそう、まあ、ちょっとお客様方からちょっとお叱りをいただいた、うん、まあ、ことがあったんですけれども、ほうほう、まあ、非常にね、なんかその一件でね、なんか僕はね、モヤモヤしているというか。ほうほうほう。うん、まあ、殿崎もね、まあ、ちょっともちろん、まあ、言葉を選ばないで言うと、まあ、ちょっともう、まあ、バカですよ。ね、でも、まあ、頑張ったですよ。うん。うん、まあ、だから、お客さんの目にどう映ってるかはね、うん、まあ、しょうがない。もう僕には分からないことだけども、はい、まあまあまあ、頑張ったなとは思うんですけども。彼なりの精一杯でね。そうね。うん、なんかこうね、あの一件で、うん、なんか、このお客さん方の反応というか、この、どう僕らを見ているかと、うん、はいはい、こう一般的なこの もうもっと広い目で見るとこのアニメ業界、うん、声優を、うん、もうどういう目こう色眼鏡で見てるかっていうのを、うん、なんかすごくはっきり、うん、なんか知れた気がして。なるほどね、体感したんですね、うん、そう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 、うん、本当だって一人の声優が目の前で終わる瞬間を見たから、うん、だから大丈夫なやつ。いや、まあ、でもね、大丈夫なの。まあ、殿崎雄介を知ってるお客さんには、びっくりした今、うん、まあ、お伝えしておきますけれども、うん、まあ、殿崎は元気ですよ。あ、そうですか。まあ、僕はよく会いますから、ああ、非常に元気にしておりますし、まあ、ここから頑張って、うん、なんか彼が、こういう意味での、うん、売れ方じゃなくて、うん、この知名度の上がり方じゃなくて、うん、だってすごいんだよ。だってその日ツイッターの検索ワードランキングずっと1位だったから、うんうんうん、なるほどね。でまたね、不幸なことにね、うん、同じ日に野球選手の殿崎選手っていう人もいるんだけど、その人がね、はいはい、MVP を取ったのよ。ほうほうほう。でもさ、これさ、これじゃあもうごめん、これはもう俺嫌われてもいいから言うけど、うん、バカで
でしょ。あのっていうのは違うのよ。あの殿崎選手ね、野球選手のご実家ね、リンゴ農家なのよ。うん、そこに、まあ、今回の失言についてどう思われますかって問い合わせするファンがいたのよ。うん、おかしいでしょ。うん、野球選手は MVP とってすごい乗ってるわけよ、うん、に殿崎のその失言に対してどう思いますかっていうのと、あと殿崎雄介のところにも今日の MVP おめでとうございますみたいなさ、あ、それ分かった上でってことだ。そうでしょ、逆線低すぎるでしょ。頭悪いだろ絶対。まあ、なんかそういうのも気の毒だなっていうふうに思いましたよね。もやもやしますね。もやもやした。まあ、これはどうなんですかね。でもやっぱりね、結局僕らもやっぱ頑張っていかなきゃいけないなっていうふうには思いましたよ。うん、まあ、こちらやっぱこう資源ゴミなんですかね。リサイクル。いや、まあこう、この気持ちリサイクル。考え方ではこうやっぱパワーに、まあね、パワーに変えられるんじゃない。いや、もちろんもちろんもちろん、あの、そうそうそう、パワーに変わったのよ。うん、なんかやっぱりこうちょっとぬるま湯に使ってたなって自分も思ったし。なるほどね。やっぱ俺はね、師匠がいて、うん、なんか師匠にくっついて、うん、ちょっと甘い顔してたな、うん、甘い顔ってなんていうの、甘い考えだったなっていうふうにやっぱ思ったし、うん、やっぱある程度やっぱこっちも、うん、やっぱ気合い入れて、うん、全員に好かれようとは思いません、うん、ただ一人でもめっちゃ好きになってくれる人がいたらいいなっていうふうに思ってるし、うん、なんかこう分かる人には分かるレベルでいいから、うん、なんか俺が普段からなんか楽しんでることをなんか分かってもらえたらいいなみたいな感じかな、うん、まあ、全員に好かれるってこれ難しいですから、うん、だからその点だから全員に嫌われた殿崎はすごいですよ、うん、逆にね一点の曇りもなくね、もう綺麗にね、ディスられてる。そこの現場にいたわけですからね。あのね、あのゲレンデより白かったから、ね、そうっすか、殿崎の顔が。ゲレンデ。笑っていいのか分かんないけど。笑っていいのか分かんない、まあ。ごめんなさいね、ちょっといっぱい喋っちゃいましたけれども。はい、せっかくだから。そうそうそう、お便りじゃあ、いつ、紹介します。私がね。そっち行きます、はい。バズネーム、レンコン畑さんからいただいております。はい。すべなくん、レンさん、こんばんは。こんばんは。私のモヤモヤは、先週の放送です。何何何、レノさんがいないバズアップ。スバルくんがポンコツすぎてごめんなさい。レノさんがいないとスバルくん誰が止めるんですかっていうね。なんだろう、くるっとまとめてやかましいわ。うん、いやでも、どうも、メカレノです。ウェルカムバックだよ。本当にマジで。あ、なるほどね。で、なんだろう、はい、こんだけ今ね、話しておいて、はい、レンコン畑さんに、うん、俺はポンコツだって思われていたっていうのと、いやいやいや、あと、はい、先週の放送が、レンコンさんを、うん、もやもやさせてしまったっていう、まあこれは大きな反省点でございますよね。頑張っていただいて、これ愛ですよ、うん、愛。あ、そうだね。殿崎君の件と一緒ですよ。愛だ。愛ですよ、多分。愛だ。木村君って思ってるわけですよ。レンコン畑。ほらほら。もう、ありがとう。頑張る。超頑張るし、もう今後はね、もやもやさせないから。いや、わかんない、わかんない。俺見て言うなし。もやもやさせないからじゃないの。させないように頑張りますから。これあれですか、可燃ですか、どうですか。あ、これも可燃しましょう。燃やしますか。これはね、燃やしてね、大丈夫です。今後はね、ご心配なく。もうね、これはもう素敵に、我々で可燃ゴミとして処理させていただきまして、今後はですね、楽しい放送をお約束したいなというふうに思いますので、はい、はい、一つよろしくお願いします。お願いします。ごめんなさいね、僕ちょっと喋りすぎてね、うん、時間がなくなりましたので。あのね、いつものことです。大丈夫でございます。はい、ということで、皆さんのモヤモヤ、回収させていただきます。はい、お便りもありがとうございました。それではここでバズアップミュージックです。本日ご紹介するのはこの曲。お聴きいただいているのは愛フューチャリングスフィアジブラでゲットアップでございます。 ゲーロかっけねー、かっけ、まあ、皆さんもご存知かと思いますけれども、 AI と書いて愛という、はい、日本を代表するフィメールラッパーのアルバム、うんからですね、お届けしている曲でございますけれども、うん、フューチャリングがなんと伝説のラッパージブラさん、あ、ジブラさん、うん、ジブさんね、と、うん、スフィアさん、素晴らしいっていうこの、まあ、2MC でフューチャリングしてるんですけど、皆さん知ってました、ジブラさんの実の弟なんですよ、スフィアっていうラッパーが、ね、やっぱだから掛け合いが気持ちいいね、気持ちいいんですよ。まだね、全然タイプの違うラッパー同士なんですけれども、でもね、やっぱりこの兄弟感っていうのがね、うん、非常にこのよく出ていて、うん、まだね、珍しいんですよ、この兄弟2人でフューチャリングして出るっていうのがね、だからね、ちょっとよかったらぜひスフィアなかなか熱いラッパーですので、皆さんぜひチェックしてください、よろしくお願いします。ということでゲールアップでございました。以上バズアップミュージックでした。今週のバズトピー、はい、ということで、今週気になった情報をお伝えする今週のバズトピのコーナーでございます。さあ、今日の担当はメカレノさんです。ウィーンガシャ。やらせんのか
何でしょう。今週ですね、やっぱあのクリスマス近いということで、クリスマスプレゼントということで、いい素敵。なんかね、あの2017年、うん、男性女性そして子供に贈るプレゼントのランキングがありまして、まあ、じゃあ男性から言わせていただきますと、早速お願いしますよ。第3位、うん、男女性からですね、女性から男性にあげるプレゼント、第3位パスケース。あ、セッターパスタかと思った。なんでだよ、誰だよ。なるほど、パスケース。どんだけ家庭、はい、すいません、はいはい、で第2位二つ折りの財布。ほう。第1位ストレートの長財布。財布ばっかやな。え、こんなのさ、もらったことなくない？一回もないわ。まあいいや、本当これ。本当で、これね、男性から女性にあげるやつの第3位ね、うん、はいはい、逆ね、第3位、うん、メッセージフラワーの、メッセージフラワー付きの赤バラ。あ、まあ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 、ベタっちゃベタだよね。でしょ。いくよ、うん、第2位ダイヤのネックレス。うわ、頑張った ね第1位、うん、テディベアネックレス。ちょっと意味わかんない。わかんないでしょ。どういうこと。何、テディベアネックレスって。なんかネックレスもあるし、テディベアもあるし、2つあって嬉しい、もっと嬉しい。テディベアにネックレス巻いてんの。そうで渡すんだって。うーん、これでも2017のトレンドですから。あ、そう。でこれね、子供に渡すやつ。あ、はいはいはい。これだいぶ親からって考えたらいい。そうです。でこれね、うん、だいぶ昔と違うなと思うのは、うん、第3位、うん、これ僕初耳なんですけど、ロディ。何ロディって。でしょ、うん、あのなんか馬みたい、あ、じゃあ鹿み、わかんない、馬みたいな人形。あの黄色い人形知ってます？全然知らない。プラスチックの人形みたいなやつ。全然知らないわ。なんかいろんなカラーバリエーションがあって、おあの乗るやつ、ま、丸っぽい。あ、丸っぽい。そう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 、ロディ。はいはいはい。あれがなんか人形なんだって、ロディ。第2位フォトケーキ。あー、なるほどね。ほど、ケーキにプリントすんのね。おしゃれすぎない？すぎる。第1位、うん、キャラレター。ん、何キャラレター。好きなキャラ、好きなキャラクターのその手紙。ああ、なるほど。全然ね、ちょっとごめんだけど全然共感できないわ。全くなんですよね。僕だって子供の頃一番嬉しかったのレゴブロックですから。間違いねえ。でしょ、レゴっしょ。レゴでしょ。完璧だよ。完璧レゴじゃん。もうクリスマスプレゼント一番上がったら確かにレゴだわ。あのでかい箱のさ、レゴレのね、レゴレのね、レ、違うウィーン、どうやってやんだよ。かんレゴレのね、そうレゴレのですけど。あ、でもね、間違いないわ。なんかその辺ヨーロッパ人っぽいよね。そう、やっぱ作るじゃない、こう。あとはだから、キックボードとか。うわ、出たー。あ、さ、ね、スケボーとかさ、そうなんかあの辺は上がったり、サッカーボールとかさ、もういいじゃない。あとね、俺やっぱね、クリスマスね、お母ちゃんからもらって嬉しかったのね、CD だね。あ、なるほど、ね。まあ音楽一家ってのもあってね、プレゼントでね、こう音楽ってのはね結構あって、そう、まああとね、まあ、やっぱ物じゃなくて思い出とか時間とか、はいはい、なんかそういうのでいいんじゃないかなって思う。だってさ、財布なんてさ、自分が一番使いやすい財布は自分にしか分かんないんだからさ、人からもらった財布さ、確かにありがたいけどさ、ねえ、だって途中でさ、やっぱ俺こっちの財布の方がいいなって絶対なるんだからさ。全否定じゃん。そうじゃん。だってさ、長財布かよみたいな、俺折りたたむ方がいいんだけどなみたいな。まあ、絶対そうなんじゃん。じゃあ逆にどうですか、ネックレスあげたりします？しねえしねえしねえ。絶対しねえ。で逆にさ、女性にあげるとしたら何あげる？一晩うん、俺と過ごす一晩。あ、なる、あ、それでもプライスレス。うん、まあね、なんかね、作ってあげるの好きだから、ああ、だから重いって言われるんだけど。そうだね。そう。でしょうね。でもなんかそのね、なんでもいいんだけど、ケーキでもなんでもいいよ、うん、まあなんか学生の頃はミサンガとかあんだよ。あ、そう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 、やったやった。そう、そういうのでいいのよ。なんかお金かけないで、うん、なんか思い出を作りたいっていうやっぱのがあるから。とかどっか行ったりとかでね。そうそうそう、そのお金を払ってあげるとか。そう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 、どっちかっつうと。あと ね、 ね、高校生の時はね、うん、俺裁縫が得意だったから、うん、いや想像つかねえ。ぬいぐるみ編んで、えだからテディベア買うんじゃなくて、うん、テディベアを自分で、あ、この編んで、うん、プレゼントしたことあるよ。うーわ、重い。すげえ重い。2週間後に別れたけど。あ、なるほどね。はい、あ、まあね、まあね、はい、まあな、まあ、だから何でもいいんだよ。あの、うん、心がこもってれば何でもいい。まあそうですね、何でもいいんですよ。相手のことを思って選んだプレゼントだったら何でもいいんですよ。あと子供は何でも喜ぶ。そう、うん、幸あれ。みんな最高のクリスマスを過ごしてくれ。雑に終わっちゃった。はい、ということで一旦 CM です。ふわっといけねえ。エンディングの時間が来ちゃったぜ。はい、本当に時間がない。はい、ということでお送りしてまいりましたバズアップ。この番組では皆様からのお便りを募集しております。宛先は info@792fm.com までです。はい、よろしくお願いします。お問い合わせフォームもございます。 fan-fun.com/request にお送りくださいませ。まあ、年内最後の放送が来週でございますから、はい、まあ、思いの丈をぶちまけていただいてですね、はい、たくさんのお便りいただければというふうに思います。はい、まあ、クリスマスの報告でも構いません。そうね、
恋人からこんなのもらったよ、あんなのあげたよとかそういうのでも構いませんし、うん、なんかまあ来年の抱負でも何でも構いません。なんかそういうのをいっぱい送ってくれたら嬉しいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。本日もバズアップをお聞きくださりありがとうございました。明日が皆さんにとって良い一日となりますように。そしてお車でお聞きの皆さんはどうか安全運転で最高のクリスマス過ごしてくれよな。ほうほうほう。はい、ということでそれではまた来週のこの時間に皆さんお会いいたしましょう。お届けはレノサトシと木村すばるでした。バイバイ。ウィーン。